皆さん、こんにちは。エスケです。今日は質問コーナーに来た質問に答えていきたいと思います。まず、一つ目の質問は、おすすめの映画を教えてください。僕、映画を見るときは、その映画の雰囲気とか、その街の雰囲気で選ぶんですけど、二つだけあって、スナッチっていう映画と、メキシカンっていう映画ですね。どっちもブラッド・ピットが主演の映画です。騙し合いの映画とかが好きですね。特にスナッチのブラッド・ピットは、なんか、めちゃくちゃかっこいいです。もしよかったら。 見てくださいはい次お店で使っている香りとかありますかちょっと待って僕がお店で使っているお香はこれですねはいこれですねこれ結構あの初めココナッツ使ってたんですけど匂いが甘すぎるのでこっちは結構すっきりしていい匂いしますめっちゃ聞かれてたんですよねなんで答え入れてよかったですはいあのあと 棒タイプじゃなくて三角いタタイイププの方棒タイプは家,だ家とかだといいんですけどお店だとちょっと匂いがあんまり効かないのでこの三角いタイプの方がすごい匂いが響き渡るじゃないしな何着たいんだろう10万するでもない10万も,しないもん10万10万もしないもんなまあとにかくこっちの方がいいっすはい次 <laughs> 古着は年代ブランドは気にしますか好きな年代はありますか 古着、年代気にしないかな一応古着屋なんで、でも古着屋って語っていいほどでもないもんな。まあ、あんまり気にしないですね。色とシルエットと着心地とその時の気分で服選んでます。欲しかったものがたまたま安かったり、たまたま高かったりっていう感じですかね。誰かから影響を受けたり、自分で着てみたいなと思ったり、まあ、適当です。はい。着たい服とか。 機体シルエットとかそういういのでで選んでますあんまり深く考えてないです。はい。とにかく、僕はファッションが好きです。はい。次。ファッションに興味を持ったのはいつ頃ですかファッションに興味を持ったのは小6ぐらいかな。小学校6年生の頃に母親が8マイルのビデオを買ってきて、それを2人で見て、ストリートファッションとか、まあ、あと夜中に母親と一緒にウエストゲートパークとか見て、 結構ダボダボのストリート系にはまりましたね。小学校6年生の時はい。よくキングの真似とかしてました。今、あと、母親からライズのジェシーさんを教えてもらって、そっからタトゥーに興味を持ちましたね。はい。次。今と昔で変わったこと、変わらないことはありますか今と昔で変わったことと変わらなかったこと。正直あんまりないんですけど、まあ、あるとしたら、 自分でお店をやる前と、やってからだと、昔はもうやりたいと思ったことを全部やってたんですけど、今は、ちゃんと計画的にやるようになったかな。昔はもう、これしたい、あれしたいと思ったら、もうお金がなくなってでも、行動して、いろいろやってましたね。今はもうちょっと、ちゃんと計画的に <laughs> やるようになりました。 変わったことはそれぐらいです昔はやっぱり他人と自分を比べて自分がね、惨めになったりしてたんですけど、今はもう周りも気にしなくなりましたね。もう20代後半ぐらいから周りの目は気にしなくなりました。気にしてもいいことないし、まあ、他人は他人だし、自分は自分なんで、まあ、気にしたところでってなって、それを気にしなくなってからは人生がすごい楽しくなりました。他がやっぱりよく見えるのはみんな一緒なんじゃないですか。 今でもやっぱり周りを気にしたら周りが羨ましいと思うと思います。ただ、もうしなくなりましたね。昔と今で変わらないことはまあ、おしゃれが好きなのと、ありがとうって言葉にすることは昔から変わってないですね。めちゃくちゃご飯食べるのと、病院に行かないのと、まあ、感謝の気持ちを伝えることですかね。はい、次。<laughs> えーすけさんが持っていないけど、欲しいものを教えてください。 何があるかな何も別に欲しいもんか。あんまないんですよねあ。ファッションが好きで、ファッションの仕事してて毎日おしゃれできるんで、欲しいものないですかね時間です。時間が欲しいです。時間が欲しいイコール従業員が欲しいです。信頼できる仲間が欲しいです。ちょっとワンピースみたいな人かなまあ、信頼できる仲間が欲しいです。これで終わろうかな はいいかがだったでしょうかまあなんかもうちょっと内容の濃いことを喋りたかったんですけどちょ動画作る時間もないのでこんな感じになっちゃいましたね、まあ、また質問コーナーやるんでもしよかったらなんか紹介してほしいとか何か聞きたいことあれば質問コーナーに書いていただければその中から選んで動画作るんでもしよかったらどしどしコメントくださいプロフィールからインスタグラム飛べるので コーデを毎日更新しているので、もしよかったら、インスタグラムを見ていただけると嬉しいです。いつもご視聴ありがとうございます。バイバーイ。